1階の部屋にだけ庭があるアパートに住んでるんだけど、日当たりがいいから草が伸びるのが早い。こまめに草むしりしてたら、夏のある日にお隣の奥さん、30代後半くらいが窓から顔だけ出して、まめに草むしりするのね、ついでにうちの庭もお願いってのたまった。うわー香ばしいと思いながら、無理ですとサクッとお断りして作業中断。むしった草を指定ゴミ袋に詰めて、明日の収集日に出そうと庭に置いておいた。その夜に夫に話して、すごい思考の持ち主だねと苦笑いした。翌朝庭に出たら、草の袋の隣に身に覚えのないゴミ袋が2つ寄り添ってた。夫を呼んで確認したけど、夫も知らず、2人でなんじゃこりゃと話してるところに、隣の窓が開いて、お隣の奥さんがしれっと、それうちのです、昨日の夜のうちに置いたの、ついでに捨ててきてくださる、腰や高さのフェンスを乗り越えてまで、っていう驚きと気味悪さで固まってしまった。普段は温厚すぎるほど温厚な夫が静かに切れたのが分かった。草むしりといい、ゴミ捨てといい、お宅のことはご自身でなさってください。緊急時でもないのに無断で庭に立ち入るなんて非常識ですよ、とフェンス越しにゴミ袋2つをお隣の庭に置いて、草の袋だけ持ってさっさと行ってしまった。職場まで車で送っていく約束だったので追いかけたけど、後ろからもうおケチって言われた。次に無断で庭に入られたら管理会社に言おうと決めてたんだけど、その後は何もなくしばらくしてから引っ越していった。後で大家さんに聞いたら、マイホームが完成したから出て行ったんだって。ついでだからって理由で他人に何でもかんでも押し付けようなんてずうずうしい。